大丈夫ですか？寒い。大雪が降る中、一人の女性が倒れていた。寒さをしのげるとは思えないような、薄手の上着にボロボロのデニムとスニーカー。とてもじゃないが、雪の中を歩くような格好ではない。カタカタと震える女性の顔は白く、手足もかなり冷たくなっていた。このままじゃ凍えちゃいますよ。助けて。消え入りそうなほど小さな声で、そうつぶやくと、女性は気を失ってしまった。俺は少しだけ迷った後、女性を背負った。その体は驚くほど軽くて、気づけば、俺の目には涙が浮かんでいた。とある雪の日、俺が助けた女性は、俺の思い人だった。こうして、俺と彼女は再び出会ったんだ。よし、これで準備は OK。さあ、開店しますか。俺の名前は、沖津聡太、26歳。田舎でレストランを経営している。古いピアノが1台と、テーブル席が数席しかない小さなレストランだ。レストランは、じいちゃんがもともと経営していたのだが、そのじいちゃんが亡くなった後、俺が継ぐことにした。幼い頃に両親が事故で他界し、俺を引き取ってくれたのが父方の祖父、じいちゃんだった。じいちゃんがいて、この店があったから、俺は今こうして元気に暮らすことができている。ピアノを見ると、お客さんのリクエストに応えて、楽しそうに弾いているじいちゃんの姿を思い出す。そうだ。楽しむことが一番だよ。お前には笑顔が一番似合うんだからな。亡くなる前も、そう言ってじいちゃんは笑っていた。父さんとそっくりなじいちゃんの笑顔が俺は大好きだった。そうだね、じいちゃん。今日も目いっぱい楽しむよ。俺はピアノに向かって微笑むと入り口のドアへと向かう。ドアを開けると冷たい風が吹き込んでくる。ちらほらと雪が降り始めていた。うー、寒い。今日のおすすめはシチューに決定だな。白い息を吐きながらそうつぶやくと、俺はプレートをオープンにかけ替えた。朝から降り始めた雪は次第に強さを増していき、営業を終える夜には膝下くらいまで積もっていた。雪の勢いも収まりそうにない。もともと多くはない客足も、この天候でさらに少なくなり、ディナータイムを過ぎてからはパタリと途絶えていた。仕方ない。少し早いけど店じまいかな。こうして俺は店の後片付けをして帰宅することにした。その頃になっても雪は止む気配もなく、しんしんと降り積もっていく。この勢いじゃ明日は臨時休業かもな。レストランから自宅までは近いので、相当な大雪でない限り、出勤することは可能なのだが、お客さんが来れそうにないほどの積雪では、店を開けていても意味がない。冷蔵庫内の食材の期限は問題なかったはず。と考えながら、家路を急いでいる時だった。街灯の下で、ふらふらと歩く人影があった。不審者か、酔っ払いかと思い身構えるが、次の瞬間、その人物がバタッと倒れた。ちょっと大丈夫ですか？慌ててその人の元へと駆け寄ると、小柄な女性だった。今日のような天候の日には、ふさわしくない薄手のダウンに、雪ですっかり濡れてしまったデニムにスニーカー。そのどれもが薄汚れていて、ボロボロだった。顔色も白く、指先も真っ赤で、とても冷たい。意識はあるか確認するため、顔を覗き込むと。え、シーバさん？だいぶやつれてはいたが、高校時代の同級生、シーバ真由子だった。まさかの人物に驚き固まっていたが、彼女のうめき声で我に返る。シーバさん、しっかりして。声をかけると、少しだけ目が開く。よかった、意識はあるみたいだ。ほっとした俺に、彼女のつぶやきが聞こえてきた。助けて。そう言うと、彼女の体から力が抜ける。シーバさん。声をかけても返事はない。俺は少しだけ迷ったが、彼女を背負った。
濡れた衣服が重さをプラスしているはずなのに、その体は思っていたよりも軽くてびっくりした。揺れるけど少しだけ我慢してね。俺は雪道を転ばないように注意しながら彼女を家へと連れ帰った。家へ着いて彼女の濡れた体を拭き、衣服を整える。緊急事態だからと自分に言い聞かせながら、必要以上に見たり触れたりしないようにしながらの作業はかなり大変だった。その日のうちに熱が出始め、うなされる彼女を解放する。時折聞こえるごめんなさいという寝言が気になったが、看病に専念した。椎葉真由子さん、少しきつめの目元にスッと通った鼻筋、スラッとしたスタイルと相まって年齢よりも大人びて見えた。いつもクールで周りと必要以上にベタベタしない、そんな彼女は猫を連想させるような美人だ。音楽関係の会社を経営するシーバグループの娘で、彼女自身も幼い頃から音楽の世界に身を置いていた。そんな彼女との接点は高校時代の同級生ということだけ。とはいえ、俺は普通科で、彼女は音楽科に在籍していたので、直接関わりがあったわけではない。しかし、普通科でも彼女の美しさと演奏の素晴らしさは知れ渡っていて、彼女のファンがたくさんいた。俺も学内の演奏会などで彼女を見たことがあったし、他の生徒同様に憧れてもいた。高嶺の花、そんな形容がふさわしい女性だった。そんな彼女と二人きりになったことが一度だけある。小さい頃ピアノを習っていたことがあった俺は、誰もいない時間に息抜き程度で音楽室のピアノを弾くことがあった。一曲演奏した後、一人の生徒が音楽室に入ってきた。それが椎葉さんだった。俺の制服を見て普通科の生徒だと確認した後、意外そうな顔で一言だけ。普通科の割には悪くない演奏だったわ。そう言って去っていった。拍手も何もないけれど、憧れの彼女に悪くないと言われただけで、俺の胸は高鳴った。それ以降、昼休みにピアノを弾いても彼女が現れることはなかったし、会話をする機会も訪れなかった。学生時代の甘酸っぱい思い出、それで終わるはずだったのに、目の前には彼女がいる。徐々に回復していく彼女を見つめながら、不思議な偶然があるものだと俺は思っていた。二日後、ようやく椎葉さんは目を覚ました。見知らぬ場所に寝ている事実に驚きを隠せない様子だった。戸惑う彼女に雪の中倒れていたこと、熱を出していたことなどを説明すると、私、とんでもないご迷惑を、本当に申し訳ありません。迷惑なんてそんな、俺が勝手にしたことだから気にしないで。ありがとうございます。見ず知らずの私に親切にしていただいて。遠慮がちに微笑む。その微笑みに少しだけ寂しさを覚える。当然のことながら、彼女は俺のことを覚えていなかった。いや、実は俺、同じ高校に通ってたんだよ。え、すみません、私。謝らないで。覚えてなくても仕方ないんだ。学科は違ったし、俺は椎葉さんのことを見てるだけだったからさ。そうなんですね。じゃあ、普通科に？戸惑った表情の彼女を見て、ようやく自分が名乗ってもいなかったことに思い当たった。ああ、ごめん。名前言ってなかったね。俺は沖津颯太。今はここの近くでレストランやってるんだ。沖津さん、覚えていなくてごめんなさい。そう言って頭を下げた。これまでの彼女の様子を見ていて、俺は感じていた疑問を口にする。なんていうか、変わったね。昔はもっと、高飛車で嫌味なやつでしたか？言いよどんだ俺の言葉を自嘲気味に笑いながら彼女が引き継いだ。あ、いや。いいんです。
あの頃の私は傲慢でひどい人間でしたから。彼女の言うように、俺の知っている椎葉真由子という女性は、自身が持つ優位性、そのすべてを分かっているかのように、他者に厳しく冷たい印象だった。彼女のファンは多くいたが、その逆に、彼女を嫌う人も同じくらいいたように思う。今では自分の愚かさが分かります。でも、今更反省しても遅かったんですね。きっと罰が当たったんだわ。そう言うと、彼女の大きな瞳から涙がこぼれ落ちた。突然の女性の涙に慌てたが、彼女に寄り添い、優しく背中をさすった。じいちゃんが昔、泣く俺にそうしてくれたように。罰が当たったなんてそんなこと。大丈夫。大丈夫だから。俺が触れた瞬間は、ビクッと体を震わせたが、その手を振り払うこともなく、しばらく涙を流した後、シーバさんはぽつりぽつりと現状を話してくれた。高校卒業後、有名音大に入り、留学も経験したが、その後は家を出て、一人様々な場所を放浪しているということ。詳しいことなどは話したくないようなので、深くは聞かずに、彼女が落ち着くのを待つ。ありがとう。泣き止んだ彼女は弱々しく微笑んだ。その笑みを見て、俺は思わず提案していた。シーバさん、行くところがなくて困ってるなら、うちのレストランで住み込み、まかない付きで働かない？自分でも突拍子もないことを言った自覚はある。でも、身も心もボロボロな彼女を放ってはおけなかった。俺の提案に目を丸くしていたシーバさんは小さくうなずき、よろしくお願いしますと丁寧に頭を下げた。こうしてシーバさん、マユコは俺のレストランで働くことになった。同級生なのだから気を使わないでと言われ、互いに下の名前で呼ぶようになった。憧れの人の名前を呼ぶことになるとは思っていなかったので、最初のうちはマユコと呼ぶたびに心臓が飛び出すかと思うくらい緊張したが、それ以上に彼女に自分の名前を呼ばれることの方がやばかった。マユコがレストランで働くことになった時、俺はホールをお願いしようと考えていた。ピアノもあるし、今も時折お客さんからリクエストをもらったりするので、その対応をしてもらおうとも思っていた。数年ぶりにマユコがピアノを弾く姿が見られるとドキドキしていた俺だったが、ごめんなさい、私もうピアノは弾かないのと断られ、厨房で働きたいという希望を出されてしまった。何でも留学中は頑張って自炊をしていたらしく、料理の腕には多少なりとも自信があるということだった。箱入りのお嬢様といった印象が拭えない真由子と料理姿が結びつかなかったが、実際に作ってくれた料理は美味しかったし、何より料理を真剣に作っている真由子を見るのはすごく良かった。ピアノを演奏する姿は見れなかったし、弾かなくなってしまった理由も多少気になるものの、それ以上にレアな姿を毎日見ることのできる役得に、内心にやつきながら、俺と真由子は店を切り盛りしていた。ある日、昼休憩中に、真由子がまかないを作ってくれている間、俺はピアノを弾くことにした。じいちゃんが亡くなってからは忙しくて、ピアノに触れる時間もなかったのだが、久しぶりに弾きたい気分になったのだ。音楽の専門家である真由子の前で弾くことは、少しためらいもあったが、俺のピアノはあくまでも趣味程度のものだからと開き直り、椅子に腰掛ける。曲はじいちゃんが好きだったエンターテイナーという曲。久しぶりすぎて指がうまく動かなかったが、後半は調子を取り戻し始めて、自分でも楽しみながら弾くことができた。一曲弾き終えると拍手が聞こえた。真由子がいつの間にか厨房から出てきて、観客となっていたのだ。え、真由子、聞いてたの？ダメだった？いや、専門家の真由子に聞かれるのは、ちょっと恥ずかしいっていうか。俺、上手くないし、間違えまくったし、
恥ずかしくて、苦笑いを浮かべる俺に、真由子は首を振った。そんなことないわ。ソータの演奏、とっても良かった。楽しそうで、見ている私もその気分をお裾分けしてもらえた。真由子は柔らかく微笑んだ。その笑みに、俺の胸はドキッと高鳴る。そうかな。あ、でも、ありがとう。真由子にそう言ってもらえて嬉しいよ。ねえ、それだけ上手いなら、どうして音楽家に進まなかったの？その腕なら、音楽家でも十分やっていけたと思うんだけど。真由子が不思議そうにそう尋ねてきた。そうだね。小さい頃からピアノをやってきて、音大も目指せるとは言われてたんだけど、音楽を続けるには先立つものがなくって、じいちゃんに無理させるわけにはいかなかったし。だから、ピアノは中学でやめたんだ。ピアノは好きだった。音楽好きだったじいちゃんの影響で、小さな楽団で演奏家として活躍していた父さん。音楽が身近にあった環境だったからか、俺も自然と音楽に興味を持ち、ピアノを習わせてもらっていた。両親が他界した後も、変わらずじいちゃんは続けさせてくれた。だけど、このレストランの仕事だけでは、音楽への道へ進むだけの経済力はないって分かっていたから。自分から辞めると宣言した。そうだったんだ。ごめんなさい。私、無神経な質問してしまって。謝らなくていいよ。真由子が俺のピアノを褒めてくれたの嬉しかったから。これで2回目だ。そう言って俺は笑う。2回目？そう。高校の時もね、一度だけ真由子が褒めてくれたんだよ。悪くないわってね。俺はその時の真由子の真似をして再現してみせる。私、そんなに嫌味な言い方してたの？今更だけど、ソータ、ごめんね。真由子がしょんぼりとしている。そんな彼女の姿を見て、俺はまた笑った。だから謝らなくていいって。あの時も今も、真由子に褒めてもらえて嬉しかったんだからさ。それよりも、真由子、ちょっとこっち来て。そう言うと、座っている真由子をピアノの元へと連れてくる。そうだ。私、ピアノはもう。弾いてみたくなったんじゃない？そんな顔してるよ。渋る真由子を俺の隣に座らせて、その手を鍵盤の上へと導く。最初は戸惑っていた真由子だったが、鍵盤に触れ、音が鳴った瞬間、その顔つきが変わる。懐かしむような、切なさを含んだ表情に、俺はドキッとした。連弾してみない？一緒に弾けば、楽しくなるかもしれないし。多少強引だったとは思うが、俺の直感を信じることにした。ソータがそう言うなら、少しだけ、うまく弾けなくても笑わないでよ。笑うわけないだろ。ありがとう、マユコ。曲はどうする？そうだな。星に願いをとかはどう？いいわね。そして二人で並んで演奏する。互いに緊張していて、初めの方の音は硬かった。俺はマユコとの距離の近さに緊張していたのだが、徐々に調子を取り戻し始めたのか、マユコの音が次第に変わっていく。鍵盤の上を滑るように演奏するマユコのその姿と腕前はやはりさすがとしか言いようがなかった。一曲弾き終わる頃には互いに緊張もほぐれ自然と笑顔になっていた。もう一曲弾きましょう。マユコの方からそんな声がかかる。結局、マユコが作ってくれたまかないを食べるのも忘れるほど没頭し、時間の許す限り一緒にピアノを演奏した。楽しそうな様子の真由子を見て微笑む。楽しんでくれてよかった。俺の言葉に真由子がハッとした表情になる。俺、真由子の演奏は素敵だと思うよ。ああ。今はさ、こうして楽しむだけでもいいんじゃないかな。そうだ。楽しむことが一番だよ、真由子。じいちゃんからの受け売りを口にして明るく笑う。うん。そうだね。そう返してくれた真由子の顔にも笑みが浮かんでいた。この日を境に、俺たちは昼休みなどに二人で連弾をするようになった。そして、
いつしか互いに創作し合って、二人だけのオリジナルの連弾曲が完成していた。春が近づいてきているということもあってか、出来上がった曲は、明るいテンポで、弾いている自分たちも楽しくなってくるような曲。俺たちはそれをフランス語でつぼみを意味する、ル・ブルジョンと名付けた。初めて二人で作った曲ということもあって、連弾をするときには必ず弾くようになっていた。この曲を弾くとき、マユ子との心の距離が近くなった気がしてドキドキする。ふと、隣に座るマユ子を見ると、その表情は再会した頃とは打って変わって明るくなっていた。こうして一緒に演奏をしたり、曲を作ったりするうちに、マユ子は自らピアノを弾くようになっていった。その表情は穏やかで、とても楽しんでいるように見える。嬉しい変化はそれだけじゃない。マユ子が演奏をするようになったことで、その演奏レベルの高さと、マユ子の美しい容姿が話題になり、片田舎のレストランだったうちの店に連日お客さんが来るようになったのだ。特に男性客の伸びは半端ない。まあ気持ちはわかる。すっごくわかるんだが、たくさんの男たちがマユ子にデレデレとしている様子を眺めるのは正直複雑だった。そんな俺の気持ちを知ってか知らずか、マユ子は毎日楽しそうにお客さんのリクエストに応えながら演奏をしていた。今日は小さなお客さんのリクエストに応えて、ディズニーの曲をたくさん弾いて聴かせてあげていた。お姉ちゃんありがとう。すっごく綺麗なピアノだった。私もお姉ちゃんみたいに弾きたい。僕もお母さんが好きな歌を弾いてあげたい。まゆ子の周りには目をキラキラさせた子供たちが集まっていた。そんな子供たちに微笑むまゆ子の表情は優しく穏やかで、温かな雰囲気が店の中を満たしていた。まゆ子の噂が街を越えて多く広がり、ついにはテレビの取材などが入るまでになっていた。その中にはうさんくさい連中もいて、まゆ子の経歴を面白おかしく書き立て、あのシーバグループの霊場の壮絶な体験、期待の演奏家から一転ホームレスへ、そして田舎のレストランにて美貌のピアニストとして再起を図るなどといった話題性を狙ったような週刊誌の取材などもあった。俺はマユ子を助けた時のことを思い出していた。詳しいことは語らず、ボロボロになったマユ子がここまで元気を取り戻したのだ。そっとしておいてあげたいというのが本音だった。しかしマユ子は、大丈夫よ。それに、ソータの大事なお店のためになるなら、私も嬉しいわ。そう言って微笑んでいた。心配ではあったが、すでに報道はされていて、連日店は大盛況。嬉しい悲鳴を上げながら、俺たち二人は毎日を忙しく過ごしていた。マユ子がうちに来てから二ヶ月が経とうとしていた。寒かった冬も終わりが近づき、春が間もなく、という頃、店へ一組の夫婦が訪ねてきた。田舎には似合わない、派手で豪奢な身なりだ。コロンの匂いをきつく漂わせながら、俺のところへと歩いてくる。いらっしゃいませ。二名様ですね。私たちは客ではないのだよ。陰銀な態度で、男性の方が俺へと声をかけてくる。客じゃない?じゃあ一体何しに?と思ったところで、厨房からマユ子が飛び出してきた。どうしてここにいるんですか?マユ子の叫びに心外だという様子で男の方は首を振っている。どうしてって、当たり前だろう。私たちはお前の親なのだから。親?ということはマユ子の。マユ子の両親。つまりシーバグループをまとめているトップということだ。俺が口を挟んだことが気に入らなかったのか、父親は俺をギロッと睨みつけた。君がこの店の店長か?娘が世話になったことだけは礼を言おう。しかし、君のような者が娘の名を気安く呼ぶのは感心しないな。母親は先ほどから何も言わないが、その顔には
父親と同じ不快な感情が現れている。ソータは、この方は私の恩人です。失礼なことは言わないでください。まったく、少し離れている間に毒されたようだな。まあいい。今すぐ着替えてきなさい。帰るぞ。な、真由子も俺も呆然としていた。こちらの意思、いや、娘である真由子の意思も聞かず、決定事項と言わんばかりの調子でそう告げてきた。嫌です。帰りません。絞り出すような声で、真由子が反論する。コック服の裾をぎゅっと掴んでいる手が震えていた。私は帰りません。あなた方が捨てたのではないですか？役に立たないと言って、いとも簡単に。真由子の絶叫にも近い叫びに、俺は衝撃を受けた。両親が真由子を追い出したというのか？信じがたいことだが、真由子の様子を見れば、嘘ではないことはわかる。娘を捨てるなんて、何を考えているんだ。思わずそうつぶやいていた。俺の言葉に、父親はふんと鼻を鳴らすだけだった。母親に至っては、眉一つ動かさない。あなた方は、私にプレッシャーをかけるだけかけて、不調になった途端に切り捨てた。そして、それまで放っていた妹を担ぎ上げて、私を身一つで放り出した。まるで、最初から、私という人間は、シーバ家には存在しなかったかのように。真由子の握りしめた手に、さらに力が込められる。指先が真っ白になるほどに。仕方がないだろう。力がないものは、この世界では生き残れない。お前の代わりにと思ったが、あいつはダメだ。音楽の才能も、美貌も、お前には劣った。しかし、お前は見事にここで音楽を取り戻し、世間の注目を引くことができたじゃないか。合格だよ。父親は笑顔でそう言った。合格。まるで、検品でもしているかのような言い方にゾッとした。そんなところになんか、戻りたくない。小さな小さな声だったが、はっきりと聞こえた。聞いているこちらの心まできしむような悲鳴。真由子を見ると、涙を流さないように必死にこらえていた。その姿を見て、俺は体中の血が沸騰するような感覚がした。そして、もう帰ってください。あなた方に、真由子は渡さない。そう叫んでいた。背後で、真由子が息を呑む気配が聞こえた。前にいる父親が、ふんと鼻を鳴らす。部外者は黙っていてもらおう。これは家族の問題だ。家族だって？一度も真由子の名前も呼ばず、心配する素振りもない。そんなんで家族だなんて言えるか？相手が誰かなんて、そんなこと完全に抜けていた。とにかく、真由子を守りたかった。真由子を傷つけるものすべてから。帰ってくれ。もう二度と、真由子の前に現れるな。俺の大声が、店の外まで聞こえたのか、外で誰かが、喧嘩かしら、などと話している声が聞こえる。今日は一旦、おいとまさせていただこう。ヤジウマが集まってはさすがに困るのか。真由子の両親は引くようだ。しかし、去り際に、お前は必ず帰ってくるさ。と、不敵な笑みを浮かべながら、真由子に向かって言うと、静かに立ち去っていった。ドアが閉まり、店内に静寂が訪れる。外にいた人たちも、真由子の両親が出て行ったことで、立ち去ったようだ。戻ってくる気配がないことを確認すると、俺は息を吐いた。マユコ、大丈夫か？そう言って、振り返ろうとした瞬間、後ろから抱きしめられる。マユコ？俺がその腕を解こうと、手を伸ばすと、背中からすすり泣く声が聞こえてきて、動きを止める。ごめんなさい。ソータを巻き込んでしまった。私のせいで。その泣き声を聞いて、俺はマユコに優しく語りかける。マユコのせいなんかじゃない。だから、泣かなくていい。少し緩んだ腕を解いて、俺は真由子を抱きしめた。大丈夫。真由子はここに好きなだけいていいんだよ。そうた。子供のように泣きじゃくる真由子が泣き止むまで、ずっと背中を撫で続けていた。両親が来たあの日以降、おかしなことが起き始めた。
店の前にゴミがまかれたり、ペンキで汚されていたりと、嫌がらせを受けるようになった。ご近所さんや常連さんたちはすごく心配してくれたが、お客さんの中には、気味悪がって来なくなってしまった人もいる。それだけじゃない。買い出しなどで一人で外に出た真由子が、怯えた様子で戻ってきたことがあった。誰かにつけられているような気がする、と。店の中にいても視線を感じると言って、窓から遠い厨房の中から一日出てこれない。そして、せっかくまた弾き始めたピアノも弾かなくなってしまった。わずか数日であんなに賑わっていた店からも、真由子からも、活気は失われていた。真由子、お疲れ様。今日はこれでおしまいにしようか。ああ。まだ営業は残っていたが、お客さんが来る気配は全くないので、早めに店を閉めることにした。真由子は、心ここにあらず、といった感じで、返事がない。手を止めて、真由子のそばへ行き、声をかける。真由子、大丈夫か？ねえ、そうだ。ん？私、ここを出ていくわ。一瞬、真由子の言った言葉の意味がわからず、フリーズする。そんな俺を見て、もう一度、真由子が言った。ここを出ていく。もうこれ以上、迷惑をかけられないもの。そんな、どうして？俺が絞り出した言葉に、真由子はふっと笑う。その表情は、とても悲しげだった。ソータも、最近の嫌がらせが誰の仕業なのか、わかっているでしょう。だからよ。店への嫌がらせや、真由子へのつきまとい。始まったのは、真由子の両親が来てからだ。鈍い俺でも、さすがに気づいていた。拳を握りしめながら、俺は思わず、大きな声を出していた。だからって、真由子が出ていく必要はないはずだ。私が出ていけば、あの人たちもここへは手を出してこなくなる。それで解決するのよ。真由子はずっと表情を変えない。悲しげに微笑んだまま、静かに、俺を諭すように話をする。だが、俺は納得したくなくて、必死に真由子を説得する。そんなことをしても、真由子は苦しいままだ。それじゃダメだろ。それに、俺だって、気がつけば、真由子の肩を掴んでいた。触れていないと、すぐにいなくなってしまうんじゃないかと思ったから。真由子がいなくなるなんて想像もしたくない。ほんの数ヶ月、一緒に過ごしただけだけど、俺には真由子がいてくれなきゃダメなんだよ。情けないとわかっていても、涙が出てきそうだった。昔から抱いていた憧れの気持ち。思わぬ再会をして、すぐそばで真由子を感じて、その心に少しだけ触れて、共に過ごす時間が多くなるのに比例して、俺の思いも確かな恋心へと変わって、大きく膨らんでいった。俺はずっと守ってもらうばかりだった。自分の気持ちをごまかしながら、いろいろなものを諦めて過ごしてきた。でも、真由子と過ごした時間も、この気持ちも、絶対に手放したくない。俺は真由子のことが、好きだから。俺の告白に、真由子が動揺する。みるみるうちに、その瞳に涙が溢れてきた。でも、私がいたらこのお店も、無事じゃないかもしれないんだよ。大事な場所でしょ？真由子の叫びにも似た声に、俺はゆっくりと首を振る。そして、真由子の目をまっすぐに見つめる。いいんだ。たとえ何かを失ったとしても、真由子のことだけは失いたくない。真由子のことは、絶対に俺が守る。だから、ここにいてほしい。俺と一緒に。俺の言葉に、真由子の瞳からたくさんの涙がこぼれ落ちた。その涙を拭うと、俺は真由子を抱きしめる。そうた、私。真由子、お願いだから、うなずいてくれ。ここにいるって、言ってくれ。俺の背中に、真由子の腕が回される。私も、ここにいたい。そうたのそばにいたい。私も、そうたのことが好き。
泣きながら伝えてくれる真由子の言葉が胸に広がっていく。思いが通じるって、こんなに温かくて嬉しいんだ。自然と涙がこみ上げてくる。涙を流すのなんて、子供の時以来だ。そう思いながら、俺は真由子の細い体をぎゅっと抱きしめる。ありがとう、真由子。お礼を言うのは私の方。そうた、私、あなたに出会えてよかった。俺たちは互いに涙を流しながら抱き合っていた。偶然の再会から数ヶ月後の今日、俺たちは互いの思いを確かめ合った。これから真由子の両親がどう出てくるのかわからなかったが、俺は真由子を守り通すと心に決めた。不安げな様子は完全に払拭できたとは言い難かったが、真由子にも笑顔が戻ってきた。ピアノもまた弾き始めるようになった。隣に並んで笑いながら、二人で作ったあの曲を演奏する。俺たちは少しでも気持ちを明るく持とうと、未来に目を向けるような会話を交わしていた。ねえ、ソータ、結婚式はあげなくてもいいから、二人で旅行に行こうね。ああ、暖かいところがいいな。あ、そうだ。俺、真由子が留学していた町にも行ってみたい。あそこは人も街も暖かくて、美味しいお店もいっぱいあるから、料理の勉強もできそう。真由子が楽しそうに微笑む。じゃあ、帰ってきたら、新メニュー開発もしようか。お客さんも喜ぶよ、きっと。いいね。私はデザートに力を入れようかな。子供たちの喜ぶ顔が見たいから。子供か。真由子の微笑みを見つめながら、俺、子供はたくさん欲しいな。自分が一人っ子だったから、兄弟姉妹ってちょっと憧れる。そんなことをこぼす。そうたってば、気が早いんじゃない？でも、そうね。たくさんいたら楽しそう。子供が大きくなったら、ピアノ教室開くのもいいね。真由子が先生なら、みんな気合が入りそうだ。なにそれ、厳しいって言いたいの？俺の言葉に少しむくれた顔をする。そんな表情も愛おしい。違う違う。嬉しくてレッスンに身が入るって意味。そういうことにしといてあげるわ。あ、昔っぽい言い方、意識した？ちょっとだけ、ね。ウインクしながらお茶目な仕草をする真由子に思わず笑い声が漏れる。春の日差しが差し込む部屋で体を寄せ合いながら未来の楽しい話をする。幸せだった。この時がずっと続くと、俺たちは信じて疑わなかった。でも、現実はずっとずっと残酷だった。そうだ、お願い、目を開けて。いや、いや。薄れゆく意識の中で、真由子の泣き叫ぶ声が聞こえる。大丈夫。そんなに泣かないで、真由子。そう伝えたいのに、口が動かない。俺の胸に顔をうずめて泣く真由子の頭を、いつもみたいに撫でてあげたいのに、手が動かない。真由子の顔を見つめたいのに、目の前はずっと真っ暗なまま。そうた、いなくならないで。一人にしないで。涙声の真由子の声を最後に、俺の意識は奥底へと沈んでいった。気がつくと、真っ白な天井が目に入った。自室でも、レストランでもない見慣れない天井。そうた、気がついたのね。真由子？そんな真由子の声が聞こえたかと思ったら、今度は慌てた様子の看護師さんが、俺のところへやってきた。病院。そうか、俺。そこでようやく、俺は思い出した。いつものように店を閉めて、真由子と二人で家へと帰っていたとき、一台のバイクが俺たちめがけて突っ込んできたんだ。危ない！そう思ったときには、体が勝手に動いていた。真由子を少しでも安全な場所へ、と思って突き飛ばして、次の瞬間、体中に痛みが走った。そう。俺はあのバイクに轢かれたんだ。看護師さんがモニターなどを点検している間に、俺は真由子へと声をかける。真由子、怪我はない？その言葉を聞いて、真由子は泣き崩れた。そうた。
無事でよかった。ごめん、ごめんね。謝る真由子の方に涙が伝う。目も真っ赤だし、クマもできている。やつれた様子の真由子に心が痛んだけれど、それだけ心配してくれたという事実に少しだけ嬉しい気持ちになってしまう。心配かけて、俺の方こそごめんね。そう言って、彼女の涙を拭おうとした。あれ？なんでだろう。右腕が動かない。何とかして動かそうとするが、まるで鉛でもつけられたかのように、重くて動かすことができなかった。おきつさん、無理して動かそうとしなくても大丈夫ですからね。いつの間にか到着していたお医者さんから、そう声をかけられる。その手は、俺の右腕に触れているはずなのに、なぜか感覚がなかった。そして、そんな俺を見つめる真由子の暗く落ち込んだ顔を見て、俺は状況を察した。その後、お医者さんや真由子から事故のこと、今の俺の体の状態などの説明を受けた。バイクとの衝突は免れたものの、接触し飛ばされた衝撃で、体中を打ちつけ気を失った。幸い、近くにいた人たちがすぐに救急車を呼んでくれたことで、大事には至らなかったということだった。事故を起こしたバイクの運転手はその場から逃走したが、近くの交番に出頭していて、後日謝罪や保険の話などがされるらしい。そして、俺の右腕はリハビリを受ければ日常生活を送れるまでには回復するが、大人数の調理をすることも、ピアノを弾くことも難しいだろう、ということだった。そうた、ごめんなさい。お医者さんからの説明を受けた後、病室で二人きりになった真由子が俺に謝る。真由子は悪くないよ、だから。私のせい。私が。そう言うと、俺の右手に触れる。真由子の手の温かさは感じられなかった。ピアノも料理も、あなたから全部奪ってしまった。謝っても許されることじゃないのはわかってる。真由子。償いをさせてほしい。真由子のその言葉と、俺を見つめる表情を見て、俺はすごく嫌な予感がした。真由子、もう、言葉が喉に引っかかってうまく出てこない。しかし、真由子は首を振った。私、戻るわ。あの人たちのところに。そう言い切った真由子の瞳に迷いは一切なかった。真由子。リハビリ、支えてあげられなくてごめんなさい。でも、ソータならきっと乗り越えられるって信じてる。私さえいなければ、あなたは大丈夫だから、ね。やめてくれ、真由子。もうそれ以上何も言わないでくれ。私も大丈夫よ。今度は折れたりしないから。カタン、静かな病室に、真由子が椅子から立ち上がる音が響く。ソータ、本当にありがとう。どうか元気でいてね。夕日に照らされた真由子が微笑む。待って、真由子。立ち上がって引き止めたいのに、体が言うことを聞かない。そして一度も振り返ることもなく、真由子は病室を去っていった。その後、真由子は姿を現すことはなかった。右手以外の後遺症はなく、その後、俺は無事に退院。店への嫌がらせもピタリと止んでいるようだった。そして帰ってきた俺は、リハビリを続けながら、店の再開を模索したが、お医者さんの言う通り、右手はレストランを運営できるほどの回復には至らなかった。結局、あの事故から2ヶ月後、閉店の決断をしたのだった。あれから5年が経過した。右手はリハビリ後も完全に元に戻ることはなかったが、じいちゃんの形見でもあるピアノを眺めていたら、どうしても諦めることができず、レストランの跡地を使って、俺は地元の子供たちが通えるようなピアノ教室を開いた。あの頃、真由子と語り合った、ピアノ教室を開くという夢物語が、俺の胸に残り続けていたからなのか、それとも、ピアノという彼女とのつながりを断ちたくなかったからなのか。どちらなのかはわからないが、レストランを閉めてからは、必死に左手で猛練習を続けたのだ。
あんなに本気で練習したのはいつぶりだろうか。そのおかげで今ではなんとか子供たちに教えられるレベルにまでは達したと思う。ソータ先生、見て見て、私の宝物。レッスンに来た教え子が楽譜の入ったファイルを自慢げに見せてくる。これは、俺はファイルに書かれた文字を見て目を細めた。この子ったらピアニストの椎葉真由子さんの大ファンで。だって演奏すっごく上手だし、聴いてて楽しい気持ちになるんだもん。私もあんなピアニストになるんだ。キラキラとした笑顔で夢を語る教え子を見て、彼女の演奏が誰かの心に届いて次世代の目を育んでいることに喜びを感じた。そうか、ならもっと頑張らないとな。はーい。いい返事だ。そう言って教え子と共にピアノへと向かう。真由子は俺の元を離れた後、両親の元へ戻り、再びピアニストとしての道を歩み始めた。家を追い出されていた期間の出来事は、一時期スランプで表舞台から去っていたものの、かつての同級生の店で働きながらピアニストとしての再起を図り、それを迎えに来た両親との家族愛という美談として大々的に報道されたおかげで話題性は抜群だった。さらに復帰した後の彼女の演奏がそれまでと変わり、音色に深みが増したとの周囲の評価も合わさって、椎葉真由子というピアニストの人気は凄まじかった。しかし、ある日突然、彼女はコンサートやテレビに一切登場しなくなる。その後、世間を大きく賑わせたのは、椎葉グループの失墜という大ニュースだった。音楽業界で絶大な権力を握っていた椎葉グループだったが、金や欲にまみれた内情や、ライバル企業への不当な圧力、政治家への怪しげな働きかけなど、これでもかというほどの情報がリークされ、現当主である真由子の父親はもちろん、多数の関係者が警察に逮捕されるという醜態を晒したことで、体制は崩壊。あっという間に、その権威と名声は地に落ちた。俺は、テレビでそのニュースを見たのだが、頭にあったのは真由子のことだった。報道より前に、真由子は再び、表舞台からは去っていたので、世間の興味の的にならずには済んだのだろうが、彼女がこれ以上傷つかずに、心穏やかに生きていることを願ってやまなかった。彼女と思いが通じ合ったこともだが、そもそも縁ができたこと自体が奇跡だったのだ。レストランにいた時の彼女は、普通の女性と変わりなかった。よく笑って、泣いて怒って、だから、錯覚してしまった。でも、よく考えれば、彼女と俺とでは、住む世界が違った。現に、復帰した彼女は輝いていて、大きく飛躍した。片田舎のレストランを経営していただけの俺が、隣にいていいはずがなかったんだ。あの頃のことは、いい思い出として、大事に胸にしまっておこう。それでいいんだ。ピアノ教室で最後の生徒のレッスンを終えた後、俺は教室の備品を買いに、隣町の大きなショッピングモールまで足を運んでいた。目当てのものを無事に見つけた俺は、暗くなる前に家に帰ろうと、早足でショッピングモールを歩いていた。すると、少し離れたところから、ピアノの旋律が聞こえてくる。いわゆる、ストリートピアノと言われる、誰でも弾いて OK というピアノを演奏している人がいた。一曲弾き終わると、軽く伸びをした後、続けてもう一曲演奏を始めた。置いてある場所が少し奥まっているところのせいか、観客は少なく、近くにあるショップの店員さんや、カルチャースクールの受付の人が眺めているくらいだった。俺もそのまま、そこを通り抜けるつもりだった。しかし、続けて演奏された旋律を聞いて、思わず足を止めた。なんで、この曲が。その曲は、俺と真由子が二人で作り上げた連弾曲、ル・ブルジョンだったのだ。真由子の発表したアルバムや、出演したコンサートでは、一度も演奏されたことのない曲。知っているのは、俺と真由子だけだ。ということは、
あそこで弾いているのは、俺は弾かれたようにピアノの元へと駆け出していた。ピアノを弾く人物の後ろにたどり着く。マユコ。すると奏者の手がピタリと止まった。そしてゆっくりと振り返る。ソータ。俺の姿を見た瞬間、立ち上がり俺の胸へと一直線に飛び込んでくる。懐かしい香りと感触に胸が苦しくなる。もう会えない。会ってはいけないと思っていた人が今、俺の腕の中にいる。ソータ、会いたかった。ずっと探していたの。マユコ、もう会えないと思ってた。あの別れの日のことを思い出して、俺の目に涙が溢れてくる。ごめんなさい。言ったらあなたはきっと止めるだろうと思って、言わないまま出て行ってしまったけれど、本当はあの時に決心をしたの。あの家と戦おうって。これ以上私の大切なものを壊される前に、私があの人たちをって。私が戻った途端に嫌がらせも止まったでしょ。そんな無茶なことを考えていたのか。思わず咎めるように言うと、マユコはほらねと言わんばかりの顔をする。油断させるためにあの人たちの言う通りに動いたわ。テレビにも出たし、会社の利益になる人たちとも積極的に交流したしね。大変だったけど、そのおかげでたくさんの証拠を集めることができた。それじゃあシーバグループの一連の報道って。俺がそう言いかけた時、マユコが人差し指を自身の唇に当ててシーッというジェスチャーをする。きっかけはそうかもしれないけど、その後は身から出たサビよ。今までの行いがあったからああいう結末になっただけ。そう言い放つマユコは、あの頃のように怯えて震える彼女ではなかった。この数年で強くしたたかになったみたいだ。そんな彼女の姿を見て俺は微笑んだ。強くなったんだな。ええ、大切なものを守るためには必要なんだってあなたから教えてもらったのよ。そう言うと俺の右手をそっと握る。あの日私を守ってくれたあなたの隣に一緒に並んで立てるように、私も強くならなくちゃって、そうしたら会いに行こうって思ってた。ずっとずっと会いたかった、ソータ。俺もだよ、マユコ。会いたかった。互いに目を合わせた後、抱き合う。数年分の空白を埋めるように。互いの存在を確かめ合うように。周りから、わーっという声が聞こえた気もするが、気にしないことにした。俺さ、めちゃくちゃ練習して、左手でピアノ弾けるようになったんだ。そうなんだ。ソータはすごいね。頑張り屋さんだもんね。子供を褒めるような言い方に思わず笑ってしまう。それでさ、マユコの腕には全然かなわないんだけど、また一緒に弾いてくれないかな。もちろん、私もまたあなたの隣で弾きたいわ。俺の言葉に息を飲んだ後、涙声で返事をしてくれた。顔を上げたマユコともう一度目が合う。互いに微笑み合った後、キスを交わして二人でピアノへと座る。そして二人の曲を弾く。周りにはいつの間にか人が集まっていて、子供たちの楽しそうな声と大勢の人たちの歓声、そして俺たちが奏でる軽やかな旋律が響いていた。マユコの存在はすでに広く世間に知れ渡っている。彼女の才能も、そしてそのシーバグループの一員であるというバックボーンも。だからこそ今後、心ない人たちから興味本位でいろいろと騒がれることもあるだろう。彼女はそれを覚悟の上で、自分の一族がしてきたことを暴いたのだ。俺とマユコ、二人とも大切なものを失いはしたけれど、代わりに得た大切なものもたくさんある。これからは、その大切なものを手放さずに済むように、互いに支え合いながら生きていきたいと思う。一人なら難しいことも、二人でなら乗り越えられると、そう思うから。